はいどうもみなさん、えー、t シスンです。さて今回は、えー、普通の実況ではなく、ちょっとですね、モノモース。いや、モノモースってほどその大それたものではないですが、ちょっとその、シスンさんにちょっと意見が欲しいですよっていう旨のメッセージをですね、えー、PS4 の方で直接いただいたんで、今回は、えー、この没になったクリップを使って、えー、ちょっとその、えー、メッセージについてお答えしていこうかなと思っております。はい。 でそのいただいたメッセージっていうのが、ちょっと皆さんにも見ていただきましょう。こちらです。シスンさんこんばんは。はいこんばんは。少し意見を聞きたいんですが、いいですか？ほう意見とはどういう意味？ありがとうございます。まだ何も最近の B.F. ワンかそってる？いやばい。まあやばい時もあります。とか試合が両人すぎて名前全部隠す。やめ隠せ。助けてシスン。助けてスンとか聞きたくなでは微妙だし、二六は見れたもんじゃないけど、B.F. はバマじゃん。 いやかましいわ。b f ンチ強者として意見疑問 <laughs> 意見疑問じゃねえよ。疑問って何やお前じび、微妙におっさんだろ。<laughs> まあまあ、と,とにかく、まあ、こういう意見をいただきました、えー。というわけで、面白いやつだな。まあまあまあ、それはいいでしょう。で、ちょっとですね、私の意見の方を述べさせていただきます。ただですね、これ、あくまでまあ、感情論を含めた私の一主張であって、別に変に議論する必要あ、あの、つもりはないです。 はい。ですんで、えっ、ー、と、こういうちょっと動画を上げますと、それは、ああだこうだって言って、えー、突っかかってくる人もいるんですが、まあ、そう、そう、そう言われてもですね、これ、あ私の感情論込みの、えー、一意見なんで、ああ、緑しか言えないです。はい。というわけで、まあ、あの、聞き流す程度に聞いていただければ、あ聞いていただければいいかなと思っております。はい。えー、はい。えっ、ー、とですね、まず、この BF1 というゲーム、発売から1年、 どんぐらいだ一年半、半以上は経つか。うん、まあ。とにかく2017年の10月の21かなぐらいに発売されて、えっ、ー、と、今まで経ってます。いや懐かしいな。私あの時、ちょっと待ち遠しくてね、もう会社の有気を使って、えー、b f を買いに行った記憶があります。はい。で、えっと、まあ、それは置いといて、現在、 BF1、えー、同時接続者数、あ、言いづらいな、同時接続者数。平日でだいたい5万人から6万人ぐらいかな。まあ、1週間の、その、まあ、あるじゃん、その BF1 の接続者数を調べるサイトがあって、なんかまあ、適当に、そのパ、パッと見ただけで、まあ、詳しくは、まあ、ちょっと忘れましたけど、えっ、ー、と、まあ、とりあえず、平均取ったら5から6万人と。はい。もちろん、休日はちょっと増えますが、あまあ、減ったわ。 <laughs> まあ大体13分の1ぐらいかな、人口、今。とりあえず、なんかね、BF1 過疎って調べると、グーグルでね、調べると、昔の記事で65万人 BF1 同時接続者数突破っていう記事が出てくるんですよ。そこからまあ割り算すると、今の人数から、大体10分の1から13分の1と人口がね減ってる計算になっておりますと、は。い うんまあ、それにともって、まあ、現在、えー、人口の低下及び、レイプ戦の多発、そして、まあ、有名実況者が結構、まあ、BFM 辞めていってる人が多いと。まあ、その現状について述べさせていただこうかなと思っております。はい。えっ、ー、と、まずですね、ちょっとそのこの、このクリップもそのレイプ戦なんですよ、実は。 えと何だったかな試合序盤、現状、旗の状況を見ていただければ分かりますが敵はもう5拠点取って、我が陣地は、悲願の陣地はですねえ1拠点しかない状態です。で、こういう状況がまず多いと、一説によるとチームバランサーが搭載されたっていう話があったと思いますが正直、ですねあんまり意味ないと思うんです、チームバランサーって。 結局のところ、クランとかパーティーとかで固まれば、あの、まあ一緒のチームに、レベルの高い人間,が人間が固まれるわけじゃないですか。うん。でも、その、結局、あまりそれ強く言えないっすよね、正直なところ。ね、面と向かってあ、あのパーティー組んで、で、同じ仲間意識を持って、この b f ファンに取り組むっていうのは、 これあくまでそのチ、やっぱチーム戦なんでね。やっぱそういう取り組みっていうのもまあ一文化としてもう成り立ってるんで、えー、正直、えー、どこ行っても多分しょうがないかなと思います。まあ、私も一応クラン作ってるんですけど、まあ結局、まあ動画投稿者として活動する方が正直なところ多いんで、あの、やっぱソロでやることの方が圧倒的に多いんですよね。はい。で、そのソロでやって、まあ私の所感なんですけど、やっぱ、 言われた通り、レイプ戦が多いです。レイプ戦ンってやっぱ面白くないと。ね。えー、やる方も、やられる方も。うん。特に、その、私とか、その、やっぱ、見せ場を作りたいわけですよ。まあ、私の場合はその技術で売ってるわけではないですが、もちろん最低限の、えー、能力は誇示しておかないと、まあ、面目が保たれない。ですので、現状、すごく、ちょっとあの、やりづらい。<laughs> ちょっとやりづらい。 ままあ、まあ書いてましたけどさっきのメッセージにも某中級兵さんも、まあ、やっぱ同じじゃないかな動画を撮らなければならないただやっぱ試合自体がどうしてもし実況を取りづらい状況が多いとでやっぱそのやっぱやられたらやっぱイライラするっしょ、ね、レイプ戦とか社、うん特にユーチューバーとかねそれ金稼いでる人もやっぱ多いし、うんまあ、理由はどうあれっすよ本人の技,技術とか。 えー、まあもろもろのその諸事情は、まあ、置いとくとしてやっぱイラッとするもんは、まあ、あの感情論にはなってしまいますがイラッとするんですよね仕方がないこれは、はい、ちょっと緩和球団が長くなってしまいましたが、えー、ここで本題です、えー、とレイプ戦がなぜ多発してしまうのかと、はいうんまあ、まず私の思っている結論結論とかまあそんな決めつけるわけではないですが、まあ、私の主張から 言わさせていただきますと、ちょっと初心者の人が育ちにくい環境にあるのかもしれないですね。この BF っていうゲームの性質上。はい。じゃあなんでそう思っているのかっていうと、その BF って、まあかなりカジュアルなゲームだとは思うんですよ。カジュアルな FPS。それこそコッドえ26、特に26ですよね。とかと比べると、まあかなりカジュアル。ね。それこそ、あの、玉まい時はいいし、 えー、貢献したければね、たぶんいときはいいし、えー、蘇生しとければ、で全然大丈夫だし、ね、もう別に貢献しなくてもね、一人ぐらいならね、あのー、ベースのほうで胃もってても、何も言われないでしょ、<laughs> ぶっちゃけぶっちゃけな話、まあ、それを推奨するわけじゃないですよ、はいうん、特に文ファメとか来る可能性は少ないです,ですよね。はい、ただ、それに付随しまして、まあ、コ,ードコードはですねあの、かなり打ち合いがメインです。 もう個人が強くならないと楽しめない。うん。で、虹色はもうあれですよね、もう言わずもがな、えー。自分個人が勉強して強くならないと味方に迷惑もかけてしまう、かなり。少数対,少数,対少数なんで。ね、で、えー、それを、まあ、クリアして初めて、まあ楽しいかなと思えるような成績を出せると思っております。 だからその、やっぱ個人が活躍するためには、そのこととか、二次力とかって、やっぱ一定の努力が必要じゃないですか。ただ BF は、まあ、なんか、うん、個人が楽しむためには、えー、特にそんな、ね、努力とか <laughs>、 いらないんじゃないかな、このゲーム。<laughs> いや、突き詰めるためにはもちろん、どんなゲームでも努力が必要ですよ。ただ、個人間でその楽しめる、もしくは、パーティー感でワイワイやるっていう分には、えー、特,特にこのゲーム、あのぼころすみたいな感じでいいと思うんですよね。ただ、そこが問題だと思うんですよ、やっぱり。うん、そのネットとかでもですね、そのまあちょまあ、全員が全員とは言わないですけど、 BF1、まあ、やりたいんだけど、えー、今からやるの遅いってそのレスが立った時にあの、まあ、大体の人は遅くない、まあ、私も自身も遅くないと思うんですがた、えー、ままあ、いときはいいし蘇生しときゃいい、うん、そうすれば味方の役には立てるとねあのいうふうな誘い方をしている方がちょっとあ方がですねちょっとまあ目立ちますよねうんまあその通りなんですよあのぶっちゃけた話貢献しときゃ 明日きゃ、えー、玉巻きとゲばシいし、蘇生しとけばいい。まあ、さっきも言いましたが、えー、蘇生と補給、これはかなりだ大切です。大切っていうか、もう、大切ってレベルじゃないね。必要だよね、このゲーム。蘇生も玉巻きも。じ、う、ゃ、ん、インと負ける。はい、ただねそ、そこだけしか教えてないんですよね。うんまあ、別にそんな、無理に教育する必要性もないと思いますが、そのやっぱ、打ち合いがやっぱ大切なんですよ、このゲーム。 うち、ん、はもう大切。もうだな。うちはいかじゃないね。<laughs> ちょ言葉の語弊が生まれる。うちはい、もう大切。このゲーム、まあ、ンドルゲームじゃないですか。敵の陣地を取って、自分の陣地にする。じゃあ、なんで、その、陣地が取れないのか。ってなると、やっぱ、敵がいるからじゃないですか。敵がいるから陣地が取れない。もしくは、敵がいるから味方の陣地が取られていく。ね。じゃあ、どうすればいいか。やっぱ、キルするしかない。 敵をぶっ殺して障害障障害害する障害をしてくる人間をなくしてそこから初めて人知の掌握。と、ねはい、いうのが、まあ、このゲームのうーん本質とまでは言わないですけどまあ、えー、っとセオリーかなと思っております。はいですが、えーまあ、まあフレンドとかに一緒についていってもそのことをなんかまあ パッと私のフレンドの人たちの話を聞いただけなんで、全然これもあの全員が全員とは言いませんが、まあ、大体フレンドについてた,たそた初心者の人が、まず言われることは、玉を負け、総裁をしろ。この2点です、はい。確かにこれをやってくれる人は非常にあ,のありがたいですし、あ,のー、あ,あと、フレアスポとか。はいまあ、この3点をやってくれる人は非常に私自身もありがたいですし、チームとしてはかなり、かなりというか、まあ、これも ままあさっきも言いましたが必要な存在ですしかし、これを、こればっかあの進めても、正直初心者の人って、初めの方は、あありがとうって言ってくれた、俺も役に立ってるんだって思ってくれるかもしれませんが、あの、やっぱ、慣れると、慣れてくると、おもんないと思うんですよ。玉巻と、あのー、補給ばっか、フレアスポットばっかっていうのは、他人のサポートばっか。はい。 新しく、まあ、けあのさっきのあ冒頭に言った結論ですね初心者の人が育ちにくいっていうの,をあの、まあ、打ち合いをもうちょっと頑張れよっていうふうに、まあ、言ってあげてでそういうふうに鼻から誘った方がいいかなと思っておりますで、えーとまあ、一緒にフレンドで初心者の人とやる場合は、まあまあ、個人にその一緒にやってあげる上級者の人を 自身にその余裕があればね、えーと、その打ち合いとか立ち回りとかを一緒に教えてあげて、えー、一緒にその強くなるっていうことを、まあ、やってあげれば、やってあげるような環境がもうちょっとね、整えれば、えー、こういうレイプ戦ばっかりばっかりではないけど、まあ、多発するような事態は防げたのかな、わかんないけど。<laughs> <laughs> うん、まあとりあえず現状、まあ、何が言いたいかっていうとちょっと分かってない人がそのまま言い過ぎちゃってるっていうのがあるんじゃないかなとは、えー、思っておりますあとはその初めてやる人の、えー、誘い方とか、ね、ですねはい、うんえー、とで次2つ目ですねえっ、ー、となんで現状 BF1 か誘ったのかはい、ね、あこれ逆か あの人のメッセージの順番は何でかそったのか。で、次がレイプ戦が何で多いんですか。で、次が、えー、まあ、威訳すれば、えー、と、辞めていく実況者が多いのか。か。はい。えー、と、まあまあ、順番逆になったけどいいや。で、何でかそってんですか、今。っていうのは、うん、まあ、これも一つ目の要因と重なると思うんですよね。やっぱ面白くないと思ったゲームって、やっぱ人を残らないじゃないですか。はい。 で、面白くないなって思った、えー、初心者の人が、まあ、どんどん抜けてってるのかな。はい。で、あと、まあ、中上級者の人にも言えることなんですけど、このゲームって結構、あの、目潰してくるでしょ。我々、プレイヤーの目を。霧だとか、なんか、なんだっけ、あのー、霧か、霧とか、あと、 何だ,だっけ言葉出てこない。あ、砂嵐だ砂嵐。砂嵐とか。当初の方はあの森とかアミアンとか霧とか出なかったんですけどね。なんかダイス閣下が、なんかこう、臨終感を生むっているみたいな感じで、その、至る場面に霧とか、あ、霧か。主に霧しかねえな。霧を配置しちゃって。まあ、かなりそのランダムエンカウントっていうのかな。敵と遭遇して、えー、倒せる。明確に倒せる機会が、ちょっと減ってるんじゃないかなと思っております。 はい、なんかダイスはですね、あのこのキャラクター自身にも喋らせて、霧が出てきた、周りが全く見えねえ、まあ、相手も同じだろうなとか言うんですよあの、このキャラクターが、あの霧が出てきたら。うん、いや、まあ、まあ、まあ、ちょっと待ってと。まあ、確かにその見えづらいのはあるけど、人間にやっぱし視力ってもんかるじゃないですか <laughs>、ね。<laughs> で、その目の悪い人、いい人ってやっぱいるでしょ。私は目が悪くて いろいろあって、左目の視力が現状あんまりないんですね。うん。だから、霧とか出,出されると、ああ、ああ、ああってなるんですよ。私、多分ですけどあの、霧が出てる時に上げた実況ってほぼないと思います。すなぜならクソみたいな成績になるから。<laughs> <laughs> はい、うん。まあ、それはそれでいいじゃんって思うかもしれませんが、ただ、ある,ある程度努力した人,し人が、えー、成績を残せるように、えっ、ー、と、まあ、ダイス側もう配慮しないと、 見,や見限っちゃう人が、えー、と多いんじゃないかな。そういう、まあ、慣れた人でもね。はい。うん。まあ、こんな感じか。はい。まあ、で、3つ目、えー、なんで、えー、有名実況者の人が、えー、どんどんやめていくのか。やめていくのか。うん、まあこ、これ言ったかな、最初の方に。やっぱまあ成績を残しにくい。 成績残しにくいってことで、あの、あの、喋りながら、その、プレイするって、実はかなり自分練習しまして、うん、まあ、かなり抱っこいんですよね。はい。で、そこで、また、あの、レイプ戦だったり、霧とかで視界奪われたり、なんか、で、チームバランスは整ってないはまあ、一つ目、三つ目のえメッセージの、まあ、要点ですけど。っていうのが併用しああの合体して、その実況者に襲いかかるんですよ。っ,って。はい。 で、ああ、もう、もういや、やめた、つっ,って。まあ、いろんな FPS ある、あるんですからね。他にも面白い FPS。二次録コッドもそうですし、なんかバタリオン。バタリオン、あれ ?PC か。うん。とかまあ、PC に行きゃそれこそ CSGO とか、いろいろ他に面白い FPS ありますんでね。やっぱ選択肢がある以上、やっぱあの、自分がこれだって思える方向に行ってしまうのが、ベスト。うん。やっぱストレスためためながらゲームするってよくない。 うんはい。だと思うんですけどね。皆さんどうでしょうか。うんまあ、よければですね、えー、コメント、YouTube のコメントとか、あコメントとかっていうか、まあ、YouTube のコメントとか,とかで、まあ、意見いただければいいかなと思っております。ただ、ただ何回も言うけど、あの俺は議論するつもりはないよ。<laughs> バトルつもりはレスバするつもりはないからね。はい。ああ、こういうあの意見もあるんだっていうふうに、えー まあ、一人勝手にさせてもらえれば、えー、幸いかなと思っております。はい。はい。えー、っと、まあ、一通り、えー、あの、おもしれえメッセージから、えー、来た内容には、えー、答えたかなと思いますので、えー、っと、まあ、私自身が BF をどう思っているのかというのをちょっと述べさせてもらいます。ちょっと時間余ってるんでね。はい。うん、まあ、命ですわ。ライフ。うん。大好き、BF。大好きは嫌い。 ビーファー大好き。ダイスは嫌いです。はい。で、えー、まあ嫌いっていうのはあれだよな。なんかいじ,いじってる感じの、お前何やっと、みたいな感じの,あの嫌いってやつで、ね、別に、あの、死ねよ、オラーみたいな感じの嫌いではないですよ、もちろん。はい。えっ、ー、とですね、まあ、まあ、やらかしますよね、ダイス。いろいろと。スライディングの弱体化、するは、エ m ムアシスト、エームアシストは俺結構正解だと思うんですけど、えー、あのー、まあ、システムの骨幹をいじってくるは でその冷凍をバリクス上げて、あの,いあの,この今私が使ってた銃の、<laughs> この銃どうしたいみたいな感じの、えー、とアップデートはするわ、えーと。ダメージレベルをいじってくるわ <laughs>。とか、まあ,あとなん,かなんかやらかしてたよね、スター・ウォーズで。はい、とまあなかなか、えー、とおちゃめなダイスくんですが、私、えー、BF 自体は好きだし、あのダイス自体もぶっちゃけ応援してます。 はいえー、それにですね、BF ってすごいあの実況しや,しやすいんですよ、個人的に。私、元自衛官で、自衛隊用語を言いながら実況するというのを、えーまあ、主力武器としていますが、あの他のゲームだとちょっとやりづらいんですよね、自衛隊実況。コッドはもう打ち合いに集中するし、二次力は自分の実況の声で足音とか全然聞こえないし。はい、ただ、BF はなんかあの、非常に自衛隊実況はやり,や,りやすいです。 はい、というわけで、私は BF1 を引き続きやっていこうかなと思いますので、えー、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。